豊田市中央図書館は愛知県豊田市西町一丁目にある公共図書館名鉄豊田市駅東側の3号館の3から7階にある豊田市は豊田自動車の本社所在地であり自動車産業とともに発展してきた町であることから自動車資料の収集に力を入れており公共図書館としては日本最大の自動車資料コレクションを有する豊田市における 図書館サービスは、中央館である、豊田市中央図書館、文館である、豊田市子ども図書室、K31 のネットワーク館で構成されている。2015年度時点の図書館、図書室の蔵書数は、全国の中核市45市の中で最多である。愛知県昭和市によると、西鴨郡コロモ町時代の1926年に、図書館を設立しているが、 この図書館の詳細は定かでない。太平洋戦争後の1946年7月1日には、コロモ町立図書館設立委員会が組織され、同年9月1日には、西町のコロモ町都市計画事務所内に、コロモ町立図書館が設置された。1948年4月1日には、コロモ町中央公民館が開館し、図書館が、 中央公民館の1階の一室に移転している。1950年時点では2人の専任職員と約1000冊の蔵書を有し、1日平均で約30人の閲覧者があった。1951年3月1日には、衣町が市政施行して、衣市となったため、衣町立図書館から衣市立図書館に改称した。 市政志向当時の蔵書数は約4000冊であり、県任館長と2人の臨時職員を有していた。北朝移転直後のコロモ市立図書館1953年3月には、愛知県から愛知県産業取締所第9支所の建物の払い下げを受け、コロモ市立図書館は10月にこの建物に移転した。1954年3月29日に開館し、 初めて図書館が独立した建物となった。図書館法第13条の下で、4月には、専任館長が就任し、図書館協議会が図書館の運営に当たった。同年6月1日には、貸出巡回文庫を開始した。同年9月14日には、衣市立図書館設置条例を交付し、公立図書館として再発足した。1955年3月には、 夜間会館を開始した。6月にはアメリカ文化センターから資料の寄贈を受け、図書館に ACC 資料室を併設した。8月には内藤正光から衣版蔵書3200冊の一括寄贈を受け、5家年計画で進めていた蔵書1万冊に到達した。この際には職員が4人に増やされている。1959年1月1日には、 コロモ氏が豊田市に氏名変更し、コロモ市立図書館から豊田市立図書館に改称した。1960年5月11日には、鉄筋コンクリート造り2階建てで99平方メートルの書庫を増築した。1921年に竣工した北朝時代の建物は、1970年以後には、循環語学校や青少年相談所などとしても使用され、 2005年からは豊田市近代の産業と暮らし発見館として使用されている。この建物は豊田市域に現存する最高級の鉄筋コンクリート造りの建築物であり、2000年には建物と正門が国の登録有形文化財となっている。隣接地に同時期に建設された豊田市郷土資料館昭和40年代の豊田市は、 公的施設の開館が続いた時期であり、豊田市立図書館の人中調移転もこの時期であった。1963年に新築された豊田市庁舎を皮切りに、豊田市市民センター、豊田市共同資料館、豊田市青年センター、豊田警察署、豊田市体育館、豊田市消防本部庁舎、豊田保健所、豊田市文化芸術センターなどがこの時期に竣工している。 北町の図書館の建物は老朽化、強小化が進んでいた。1965年12月23日、八幡川西岸の陣中町に4306.28平方メートルの新館建設用地を取得し、1969年4月2日には、新館の起工式を行った。この場所は、名鉄豊田市駅から北東に、徒歩15分の距離にあり、 新たな都市計画を行う文京地区の一角にあった。1970年3月5日には豊田市立図書館新館の落成式を行い、3月6日に延べ床面積2004.75平方メートルの新館が開館した。建築事業費は16億1509万円。人口30万人を想定して設計されており、年間10万人の入館を想定していた。 閲覧室は休館と比べて拡充され、電動書化を採用するなど、設備の近代化が図られた。新館移転の際の増書数は約6万冊だった。開館時間は4月から9月が9時から18時であり、10月から翌年3月が9時から17時である。毎週木曜日は通常おときと比べて、閉館時間が1時間延長され、新聞記事は 時間に縛られている勤労者などに温かい配慮がされていると伝えている。豊田市立図書館の設計は、賃貸を設計室である。空間を開放的に用いており、ゆったりとしたピロティや庭が特徴的である。一貫した主張を読み取ることができる建築が評価され、豊田市立図書館は1970年の第二階重部建築賞で入賞している。 開館直後の1970年3月10日には移動図書館社ひまわり号の運行を開始した。1973年9月1日には移動図書館サービスを豊田加茂広域市町村県移動図書室に関し、12月1日には豊田加茂広域市町村県移動図書館が運行を開始した。 1974年4月1日には、市長各資料と紙芝居の貸し出しを開始した。1974年度末時点の蔵書数は94,845冊で、あり、児童書が27.9%、一般書の文学分野が21.6%と、両者で約半数を占めていた。衣文庫と内藤文庫を主体とする骨書は、 計3266冊であり、衣販内、藤家関係文書などを加えると8266冊の古文書があった。1970年度の貸し出し冊数は57703冊。1974年度の貸し出し冊数は173643冊であり、わずか4年間で3倍となっている。百七十九年十月二十日には、 自動室を増築し、1981年2月15日には、書庫、会議室、事務室などを増改築した。1980年10月6日には、本館の図書館業務を電算化し、本館と高橋コミュニティセンターと書室をオンラインで結んだ。各コミュニティセンターと書室は順次本館とオンラインで結ばれている。豊田の教育1982によると、 成人向けの文化活動として古典文学鑑賞講座を月1回、郷土を知る会を月1回、製本講座を月1回開催していた。1990年4月1日には郵送貸し出しサービスを開始し、同時に祝日会館を開始した。1992年4月21日にはイギリスのオックスフォード大学ボドリアント書館との間で、 国際交流宣言に調印し、1996年8月5日には、図書資料借用契約に調印した。1995年7月1日には、本館とコミュニティセンター図書室6室を物流で結び、どこでも返却することが可能になった。1998年4月1日から6月30日は、通常開館したが、閉鎖資料の利用は停止した。 7月1日から7月10日は、休館、7月11日から8月31日は、資料の貸し出しを停止し、一部資料の閲覧と閲覧席の提供のみを行った。9月1日には移転のために人中町の豊田市、図書館が閉館した。これ以後も、文館、文室、移動図書館は、通常通りの業務を行っている。開館記念事業で関与したオックスフォード大学。 ボドリアン図書館1985年に豊田市立図書館が行った読書調査によると豊田市民の公共図書館への依存率はた年よりも低かった。1988年度の豊田市立図書館の蔵書数は約18万冊で貸出冊数は約29万冊、分室、分館の蔵書数は約20万冊で貸出冊数は 約63万冊だった。豊田加茂広域市町村県移動図書館の増書数は約10万冊であり、貸出冊数は豊田市域のみで約26万冊だった。1988年7月13日には豊田市中央図書館建設検討委員会が発足し、1989年9月21日には中央図書館建設基本計画書を 教育委員会に答申した。1990年4月1日には、豊田市図書館建設準備室が発足した。1998年11月3日、3号館に、豊田市中央図書館が開館した。開館記念事業として11月3日から12月13日には、オックスフォード大学、ボドリアン図書館庁法廷を開催しており、ボドリアン図書館が所蔵する。 マグナカルタ、徳川家康主門城、シーボルトの日本動物詩、三浦安人の公開日誌、西欧の世界地図に初めて印刷された日本地図などを展示した。同年には、自動車に関する大型資料集、英国におけるモータリングの歴史1895から1940年をボドリアント書館と共同出版している。 開館時の蔵書数は約45万冊であり、休館の24万冊から大幅に増加した。1999年6月2日にはすべてのコミュニティセンター図書室、公民館図書室のネットワーク化が完了し、中央館及び23のネットワーク館でどこでも返却することが可能になった。同年9月に中央図書館が行ったアンケートでは、 駅前型図書館ながら利用者の68%が自家用車で来館すると答えた。中央図書館会館から1年4ヶ月後の2000年2月3日には、挿入館者数が100万人を超えた。休館の利用者数は1日平均約1000人だったが、新館の利用者数は平日が1日平均約2300人、休日が1日平均約3700人と、 大幅に増加した。2001年4月1日には、平日の開館時間を通年で10時から19時に固定した。同年10月1日には3回と AV コーナーの窓口業務を外部委託しており、2002年4月1日には4回と自動コーナーと5回の窓口業務を外部委託している。2002年4月1日には、公民館という名称を交流館という名称に変更した。 2005年1月31日には7階の書庫に伝道書家を増設し、増書能力が80万冊から130万冊に拡大した。この数は愛知県立図書館よりも多く、全国の私立図書館では千葉県の船橋市立図書館に次いで全国2位である。2005年4月1日には藤岡町、阿助町、稲部町、朝日町、小原村、 下山村の4町に村が豊田市に編入合併し、豊田市中央図書館と旧自治体にあった各図書室がオンラインで結ばれた。2006年3月1日には豊田市内の4大学図書館と図書館資料、相互利用協定を締結し、2007年12月1日には豊田工業高等専門学校図書館とも相互利用協定を結んだ。 2008年4月1日には、豊田市子供図書室を中央館の分館とした。2008年度の豊田市は、当初予算で442億円の法人税収入があったが、リーマンショックの影響で2009年度には16億円に激減し、図書購入費は2008年度の2億1000万円が2009年度には1億円に半減した。2008年度までは、 副本の購入基準を予約5件につき1冊程度としており、ベストセラーの人口1人当たり購入冊数は、名古屋市図書館や岡崎市立図書館と比べて、突出して多かったが、2009年度には購入基準を予約10件につき1冊程度に改め、市外在住者の購入リクエストを受け付けない方針に切り替えた。2012年4月1日には、館内整理日の 第4金曜日を開館とし、さらに6階の窓口業務を外部委託した。2016年度までの開館時間は、平日が10時から19時、休日が10時から18時だった。指定管理者導入後2015年度時点で、中央図書館の開館時間は、各交流館よりも3から4時間短く、司所資格を有する図書館職員の比率は18%と、 日本図書館協会が推奨する60%に比べて42ポイントも低かった。2016年2月には大田敏彦市長が2016年度の市政方針演説で指定管理者制度の導入準備を開始すると述べ、3月の豊田市議会で豊田市教育行政部長は中央図書館に指定管理者制度を導入する意向を明らかにした。 2015年度時点の豊田市では、豊田スタジアムや豊田市民文化会館など218施設で指定管理者制度を導入しており、同年度時点の愛知県では、鎌郡市、大府市、竹豊町など少なくとも13自治体が図書館に指定管理者制度を導入していた。一方で、指定管理者の導入を疑問視する市民が、豊田の図書館を考える市民の会を結成し、 4月9日には、日本図書館協会元事務局長の松岡要を、豊田市民活動センターに招き、指定管理者制度の是非を考える講演会を開催した。豊田の図書館を考える市民の会は、同月に計画凍結を求める署名運動も行い、5月14日には、豊田産業文化センターに、図書館情報学者の対薫久を招いて、 指定管理者制度について解説する講演会を開催した。豊田市議会で指定管理者制度を導入する条例案を審議するのに先立って2016年8月には指定管理者の募集を行った。図書館ともの会全国連絡会はこれを法令違反であるとし、豊田市議会議長に対して指定管理者制度を導入しないことを求める陳情書を送付した。 2016年12月の豊田市議会で図書館流通センターホームエックス共同企業体を指定管理者に選出し2017年度には予定通り指定管理者制度を導入した年間契約額は約5億6400万円2016年度の職員数は豊田市職員が19人臨時市職員が50人窓口委託要員が約30人で全体では 約100人だった。指定管理者導入後の2017年度の職員数は、共同企業体職員が72人、豊田市職員が8人で、全体では80人に削減された。8人の市職員は、図書館管理課に配属されており、図書館全体の計画や、方針の策定、選書や、助籍の決定、関係団体との調整などを担当している。職員数は、 約100人から80人に減ったものの、死所数は2人から44人に大きく増加した。閉館時間が2016年度の19時から20時に延長された。各会のカウンターには委託職員4から5人が配置されていたが、2017年度にはカウンターの担当を3から4人に減らし、各会のマネージャー1人が常に館内を巡回している。マネージャーは タブレット PC 端末を用いて資料の案内を行い、イヤホン付きトランシーバーを携帯して各種情報に即時対応している。各階にはコロ付け根の製ブックカート数台が置かれており、利用者の本の持ち運びを便利にしている。3階には箱型消毒器を置いている。2016年6月から電子タグのタグ付け作業を行っており、2017年中に終了した。 2018年1月19日に各回に数台ずつ設置された読み取り装置による自動貸出し返却システムを導入しカウンターの負担減の効果があったと想定される1954年6月には貸出巡回文庫が開始された陣中長に新館が開館した1970年3月には移動図書館車ひまわり号の運行を開始し 1971年度には87カ所のステーションを巡回して5万90005冊を貸し出した。現豊田市域の旧自治体豊田、鴨茂広域市町村県とは、豊田市、三好町、藤岡町、阿助町、朝日町,町、小原村、下山村の一市四町に村からなっていた広域市町村県である。1973年12月、 トヨタカ広域市町村県事務処理組合の共同処理事務の一つとして移動図書館の運行が開始された。県域住民から強い要望があったほか、県域内の地域格差を是正するという組合の設立趣旨にもかなっていることから、すでに運行していた豊田市立図書館の移動図書館サービスを拡張する形で共同処理事務に組み入れたのである。 貸し出し冊数は1979年度の40万939冊がピークだった。これは、豊田市内に文館や文室が整備されて利用者が移動図書館から移行した結果であり、また1977年に、三好町に三好町立中央図書館が開館したためでもある。 1993年には運行開始から20周年を迎えたが、1993年時点で広域市町村県を対象とする移動図書館サービスを実施していたのは、全国を見渡しても、豊田鴨広域市町村県移動図書館と、静岡県の島田、灰原地区広域市町村県組合移動図書館のに、県域しかなかった。2005年4月1日に、藤岡町、 アス町、稲部町、旭町、小原村、下山村の4町に村が豊田市に編入合併し、豊田市中央図書館と旧自治体にあった各図書室がオンラインで結ばれると、豊田鴨茂広域市町村県移動図書館の事業は2005年度末で廃止となった。移動図書館の中央館は豊田市立図書館とし、運営管理経費は均等割20%、 人口割80%の分担金で賄われた。豊田市以外の自治体の公民館と書室を分館扱いにし、常時1000から2000冊を配本し、さらに移動図書館者がステーションを巡回して、貸し出しを行った。分館とステーションにおける業務は各自治体の職員が担当し、それ以外の業務はすべて豊田市立図書館の職員が担当していた。ボナノっの彫刻。 文化の種ミューズたち豊田市中央図書館がある3号館は、名鉄豊田市駅から徒歩3分の場所にあり、立地条件は、豊田市駅から徒歩15分の休館時代から、大幅に向上した。3号館の3階から7階までの5階層が、図書館に当てられており、図書館専用のエレベーターとエスカレーターを設置する、ことで、全フロアに段差がないフルフラット構造となっている。 建築家の木野修造によると、1999年時点でエスカレーターを有する日本の図書館はほとんど例がなかったという。利用者用のエレベーターとは別に図書館業務用のエレベーターも設置されている。各階には男女別障害者用トイレが設置されている。館外から館内の要所には視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。 閲覧席には2台の拡大読書機が設置されている。予約制の対面道読サービスを行っている。3階には障害者サービスコーナーが設置されている。初夏の間隔は160センチメートル以上設けられており、車椅子の利用者が接過していても他の利用者が背後を通ることができる。図書館の入り口には、イタリアの彫刻家チェッコボナノテの文化の種ミューズたちがある。 開花フロアの外周は、初夏ではなく、窓となっており、開放的な雰囲気を出している。新聞は閉じられた形ではなく配達された形で、初夏に収まっており、読みやすさやコピーのしやすさに寄与している。2015年末時点で、閲覧席は608席あり、館内蔵書検索機端末は18台ある。4層に分かれた広いフロアには、計6つのカウンターが設置されている。 2015年度末時点の中央図書館の蔵書数は約114万冊であり、内開花は約47万冊である。蔵書能力は155万冊であり、愛知県図書館に匹敵する。豊田市子ども図書室、アピタトヨタ店の6階にあった児童向けの施設図書館、子ども図書館が1993年に閉館すると、 市民グループが子ども図書館の増書を残そうと運動を行った。豊田氏はアピタ豊田店から図書や書家の寄贈を受け、1995年3月には高橋地区の旧公共公民館に市民ボランティア、子ども図書室ボランティアが運営する子ども図書室が開館した。豊田氏は子ども図書室に対して年間300から400万円の資金援助を 行っていたが、2005年夏以降には、豊田市中央図書館と子ども図書室ボランティアの間で支援のあり方をめぐる協議が行われ、2007年12月には、豊田市中央図書館条例で子ども図書室を図書館に位置づけた。2012年度の利用者数は約13,900人、2014年度は17,700人だった。 2015年3月26日には、開館20周年記念式典が開催された。同時期の蔵書数は、約2万4000冊。子供図書室の休館日は、月曜日と火曜日である。1973年には高橋公民館図書室、佐投公民館図書室、松平公民館図書室が、1974年には、法南公民館図書室が、 1975年には、高岡公民館図書室、上里公民館図書室、加納公民館図書室が開館した。その後公民館は交流館と名前を変え、より規模の大きなコミュニティセンターも建設された。2017年現在では31館のネットワーク館がある。ネットワーク館では自由に資料の利用ができ、 中央館と同じ基準で考え貸し出しが可能である。中央館とネットワーク館すべてをネットワーク化しているため、考え貸し出した資料をどの館で返却することもできる。中央館ではできるが、ネットワーク館ではできないこととして、図書の予約やリクエスト、レファレンスサービス、図書館間相互貸借、副社サービス、4大学、1高専との相互利用などがある。 豊田市における図書館サービスは中央館である豊田市中央図書館、文館である豊田市子ども図書室、コミュニティセンターと交流館に分けられる計31のネットワーク館で構成されている。2015年度末時点の増書数は中央館が約114万冊、各ネットワーク館の合計が約59万冊、子ども図書室が約2万4000冊であり、 計175万5916冊だった。2015年度の貸出冊数は345万6937冊で、あり、2015年度末の豊田市の人口は42万2947人だった。ため、1人当たり、貸出冊数は8.17冊だった。2015年度の中央間の貸出冊数は159万2317冊。 ネットワーク間の貸出冊数は182万2887冊であり、ネットワーク間の貸出冊数が中央間の貸出冊数を上回っている。2015年度時点の増書数は全国の中核市45市の中で最多である。豊田市に本社を置く豊田自動車豊田市は、自動車産業と共に発展してきた町であり、豊田自動車が本社を置いているほか、 関連企業が多数存在する。1995年時点では、豊田市の全就業者の32%を自動車製造業が占めており、専門資料として自動車資料の収集を行っている。自動車資料コーナーは1998年に豊田市中央図書館が開館した際に新設したコーナーである。7年前の1991年に、 本格的に収集を開始し、新館開館に向けた臨時資料費が予算措置化されている間に基本的文献の収集を進めた。愛知県内にはすでに自動車資料を有する機関として、トヨタ博物館やトヨタ産業技術記念館などが存在していたが、事前に収集対象がさほど重複しないことを確認しており、開館後にはこれらの機関とレフェラルサービスなどで、 連携を図っている。2012年時点で公共図書館としては日本最大の自動車資料を有する。自動車資料コレクションの特徴自動車会社の写真、自動車工学の専門書や修理書、国内外の自動車の紹介本、モータースポーツ関連の専門書、自動車関連の趣味本など、幅広く自動車関連の図書や雑誌を収集している。これらの自動車資料の中には、 個人や団体から寄贈された資料も多く、非売品や古書なども多い。2015年度末時点で、自動車資料の図書と雑誌は約5万9千冊、カタログは約1万千冊、雑誌は約200誌を所蔵している。企業文献、社誌、広報誌、整備書、新型車解説書、環境報告書、販売カタログなどの灰色文献も収集しているが、 これらは主に自動車関係企業や業界団体などに寄贈を依頼している。2001年時点では寄贈資料が年間受け入れ冊数の40%以上を占めていた。自動車工学の専門家をアドバイザーとして招き、自動車資料コーナーの運営方針について定期的に助言を受けている。また資料の調達は自動車資料の知識を有する書店に依頼している。 2000年には、中央図書館の開館2周年を機に、署名、著者名、出版社名などからの検索に加えて、電気、産業、モータースポーツなどの独自分類からの検索を可能とした。イギリスの雑誌では、オートカーは1895年11月の創刊号から全館を所蔵、モーターも1902年2月の創刊号から1988年9月の、 旧完全最信号まで全館を所蔵。日本の雑誌では、現存最古のモーターマガジンを1955年8月の総館号から全館を所蔵。カーグラフィックを1962年4月の総館号から全館を所蔵するなど、自動車関係雑誌の収集には力を入れている。豊田市を中心とする愛知県の資料を積極的に収集している。2015年時点で、 郷土資料の図書は約5万5千冊である。美術工芸家の藤井達吉から美術関係者の寄贈を受け約700冊の藤井達吉文庫がある。衣版の藩校である高鹿館に伝わる江戸時代の古版本、古写本約3000点を集めた衣文庫がある。文学博士の柳瀬和夫から寄贈を受けた国文学関連書の柳瀬文庫がある。豊田市には 愛知県外出身者が多いことから、豊田市中央図書館は、自治体史を積極的に収集している。北海道から沖縄県まで、約2000自治体の歴史、知種研究資料約8200冊を所蔵している。豊田市域出身の実業家であり、当時期民芸品収集家でもあった、本田静雄、静雄の弟で、文芸評論家の本田修吾から寄贈された図書や、 雑誌を展示するホンダ兄弟文庫がある。静雄の関連資料が約1万1700点、秋後の関連資料が約6万8800点である。中京大学豊田図書館1998年の豊田市中央図書館の開館以前の貸し出し可能者は、豊田市在住、在勤、在学者、西鴨郡東鴨郡在住者、瀬戸市在住者だった。 1998年に豊田市中央図書館が開館すると広域貸出の対象が西三河地方全域の在住者、尾張地方の日清市と長久手町在住者にも拡大された。2001年1月5日には北下良郡稲部町在住者が貸出対象となり、2002年1月5日には愛知郡統合町在住者が貸出対象となった。 2012年4月1日には考え貸し出し対象者を愛知県在住者に拡大した。2016年の時点では愛知県在住者、または豊田市在勤、在学者が考え貸し出しを行うことができる。貸し出し点数は図書が15冊まで、紙芝居が5組まで、カセット CD が5点までである。貸し出し期間は2週間である。2008年度の貸し出し冊数は 約二百二十一万冊だったが、二千十四年度には六年前の二十七パーセント減の百六十二万冊にまで落ち込んだ。豊田市内にある四大学、一高専と蔵書の相互利用を行っている。二千六年二月末には四大学と相互退借協定書を締結し、日本赤十字豊田看護大学図書館、中京大学豊田図書館、愛知工業大学付属図書館、 愛知学泉大学豊田学者図書館の計70万冊が貸し出し可能となった。2007年には豊田工業高等専門学校とも同様の相互貸借協定書を締結し、同校線図書館の蔵書も貸し出し可能となった。愛知県内では豊田市より先に瀬戸市の瀬戸市立図書館が同様のサービスを実施している。ありがとうございます。